身勝手な家族に振り回されブチ切れてしまったマイ。なんでかメイドさんになっちゃった。そこに待っていたのは明らかにヤバい店長に、一癖も二癖もある個性派揃いのメイドたちだった。果たして新人メイドマイの運命はいかに。いらっしゃいませ、こちらに行ったもん。サプライズ。